疲れ。お疲れ様です。でけえなお前、見て組んのバラしとん、よくわからんのこの現場。バラしつつ、あ、バラしつつ組んでるみたいな。こっちはバラしとんか、はい、伝説の親父がおるな、今日は伝説の親父伝説の親父が絡んでくるぞ。はい、バレましたか。あ、まだバレてないですか。まだバレてないと思うよ。今来たの伝説の親父おらんか。おしまい。お疲れ様です。ゼーす。ゼーす。おじ、伝説のおやじ。またもう一個。はい。あ、マジですか。ちょっと降りてきてください。ちょっと降りてください。いいですか。ちょっと借りていい。ちょっと借りるぞ。いい。楽しんだわ。一つ言ってきます。僕も忙しいです。忙しいのはみんな忙しいです。遊んでないです。遊んでないです。いやいや、伝説の親父に挨拶しが、やっぱ僕も始まらんじゃないですか。いや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 、伝説の男に喋らんと始まらんじゃないですか、社長。てらやばいことが起きたぞ。16から飛び職人やっとんだけど、はい、その時のめっちゃ怖い先輩おるわ。あ、うん、なんてだって名前がケンちゃんだぞ、お前。はい、ケンちゃんだって悪いやつしかないよ。なんかありますよ。なんで電話でなんか用事行ってくださいって。どうも用事ないですか。いや、会いたかったなと思って。そうだけですか。じゃあ落とすの。はぁ、そうだけなんですか。本当なんですか。よし、俺じゃないから。怖いわ、なんか今日取りづらいわ、これ怖くないって怖いわ、この人次人殴るやつだもん。いやいや、何個でしたっけ。6個上、5個だね。5個っすか。おー、ぶっちょしょ、5個じゃない。ミッチーの気持ちが分かったのか、今もらったもんな、俺怖いわ。で、まさかの、まあ、営業で手伝ってくれたんですね。で、まあ、現場もまあ、空いてる時は行くわみたいな感じで今現場も行ってくれてるんですけど。そうだね。体動きます？いやいや、もうしんどいよ。今いくつですか ?40? 今年9になる。49でよ、足もやってますね。確かにすごい。この仕事もなんかちょこちょこ取っとるみたいですね。噂には聞きますけど。まあ、なんとなく。はい、なんとなく。ちょ、引き取ってくださいよ、そんな。分かったって。マジで。分かったって。あんめしなさいよ、社長。近いから、近いから。マジで。近いって。どうしよう、でもすごいっすね。えだってずっと職人雇ったような人が、はい、やっぱつて拾っていろいろ当たって結構大きな会社ですよね。ああ、会社ですよね。そうね。そうですよね。もうちらっと聞いてます。まあ社名は出せるか、まあ今後ですね、話としては、うん。そうだね。そうですよね。まず とっかかりは作ったんで。で、現場出て。現場出て。現場出て。すごいですね。なんかもう目がなんか人殺す顔になってますよ。いやいや、なってない。じゃあ近いんだって、どんどん来るんだって。引くわ、こうやって伝説の人だからな、お前、はい、まあ、俺はお世話になって、はい、まあ、いろいろっすね、まあ、ほんとしたことはないよ。一緒に遊んだ、一緒に遊んだだけだから。連れてまって、女の抱き方教えてもらって、女の抱き方教えてもらって。それはない、それはない、それはないわ。すいません、俺の方がモテましたわ。あ、そういうのない。いや、そうでもないな。そうでもないですね。あ、でも、バラシやってんすか。まあ、材料運びと、うん、上登ってもあんま役に立たんもん、ね。まあ、行ってたってあれですもんね。その足場のこのピケなんかやったことないですよ。ないないない。鉄骨と、まあ、足場、枠とか枠全然違う、やることが。全然ゴン関係の仕事なもんで、まあ、重機とかああいうの使って、そうだね、の仕事ですよね、どっちかっていうと。そうそうそう、ですよね、うん。スピードが違うのはやっぱ若いから。そうそう、そっち的ですよ。スピードで手足バラバラなんですよ。で もう疲れちゃうよ、そりゃ。いやでも最高の、どいてって言われた。どいてもう肉さんどいてって、どこさんどいてって、材料だけ、もう材料だけ運んでくれたらいいですよ。はいって言って。マジですか。もう若い子には逆らわんから。はい、あ、わかりました。何運べばいいですか。いやいや、でもやっぱ現場出てむっちゃ評判いいんだよ、他の社員とかに。いや、僕もやっぱ経営者なのでこそこそ聞くじゃないですか。やっぱこれ動画の前ではいい男ぶっとるけど、結構こそりじゃないですか、これ噂に噂通りの。こそこそな、もう周りから語られたいな。周りからこそこそやってますよね。情報入ってますよね。知っとるよ、知っとるよ。ほんでなんか聞いたことで、うん、なんかチクチク来るでな。何やっとんすか、言って。これ後で俺反撃する、反撃するよ。それも撮ってよ、ちゃんと。暴力禁止。実際でもどうなんですか。まあ、1ヶ月ぐらい
出るの、なんで出ようと思ったんです。出てもいいよってなったの、すごいですね。まあまあこのままおっさんになるのもあれだで。ああ体動かして、体動かそうだなと思って、うん、それすごいな。こうやって現場でながら、はい、自分もルーティーン取れるし、そうするとまたお客さんとかの、まあ、職人との関係もそうですもんね。ただ頭ごなしに、そうそうそう、あこれ仕事やっとけよ、あの子たちと一緒にやるのが楽しいわ、あのベトナムの子たち。あかっこいいな。ちょっとベトナムの言葉も携帯調べて、ひげ剃ってください。分かったもうそこからくどいわ、もうボケは無理やわ分かったあパシッとしてくださいよ。分かったって意外とかっこよく行きたいんで僕もうこうなっちゃってるんでいやいや偽物ですけど偽物で何が悪い、お金持ってるからしょうがないじゃん服見て着てるだろみんな。ダッサまあいいさ、マイク出しましょう。おいすごい、いやーショーもちょこっとまあちょっとまた後でじゃあ待って、持てよ足場くんどるとこ通りに来させてもらいますんで、はい、いいですか。あ、くんどるとかね、まだいや、またちょこっといます、せっかくなんで、せっかく来た、はい、ごめんな、ありがとうな、ありがとう。終わった、はい、で、はい、あの伝説の男に会った後で疲れたわショーでもいじめて楽しんで帰ってくわ、はい、ショーいじめて伝説の男は怖えよ、はい、かなわんわもっと偉そうにさせろってあのヒゲもじゃ男これ使うかな大丈夫ですかねあいつ編集長悪意あるんだなあいつ俺が失言したやつこれお得使うだろあいつ何だろう、俺で名言みたいなやつ使わんだろあいつ。俺確かにいねえじゃん、あおるかおるか、ね、そんなに簡単なこと許せんの。許せんすね。じゃあもう勝負ってことでいい。いいっす、こんな聞いて。いいっす、いいっす。マジ許せんらしいわ、はい、イケメンが。ボッコボコにしてますよ、あいつ。そう、視聴者の全国の放送の前で、はい、やろうか。やります。もし面白いな、お前はい、白熱するぜ。はい、まあ伝説のところにもあったし、はい、今日買おうか、はい、うるせえじじいに会ったで、はい、ああ、もう先輩やりづれえわ、はい、ああ、せっかく一緒に仕事しとんのに怖いわ、あのおっさんな、年寄り、どこさんじゃあ、ケンちゃん行きますんで、ありがとうございました、ありがとうございます、ごめんなさい、すいません、ごめんなさいです、クソじじいが